青春アドベンチャー。雪が降った2月のとある午後、部室を持たない探偵部の部員である僕は、同級生の部員赤坂くんに案内されて部会が開かれるという空き家に出向いた。そこで用意されていたコーヒーを飲んだ僕は眠ってしまい、目覚めるとそこには赤坂くんの死体と双子の大金姉妹がいた。ミステリ研究会の大金ウルルがまたしても僕にミステリーゲームを挑んできたのだ。東川徳也原作、福田拓郎脚色、放課後はミステリーとともに探偵部への挑戦状、10回シリーズ第8回。容疑者は僕だけじゃない、大金姉妹、あんたたちもだ。盗っ人たけだけシートはこのことね。私たちは単なる第一発見者よね、サララ。そうですよ、私たちは午後6時にこの家を訪れたんです。午後3時過ぎの事件とは全く関係ありませんから。じゃあ通路の自転車のタイヤ痕、あれが午後6時のものだと証明できる？私たちにはアリバイがあるもの。午後3時過ぎから午後6時の間、恋学部駅前のゲームセンターにいたの。うん、サララも一緒だったわよね。ウルルちゃんと私はゲームセンターで遊んでたよね。そんなの自己申告じゃん。アリバイでもなんでもないよ。じゃあ自分でお調べになってみたらいかが？僕たちは駅前のゲームセンターへ行ってみることにした。駅に行くにはこっちが近道だっけ？ダメよ、霧ヶ峰さん、こっちにしなさい。ウルルが僕の手を掴んで歩き出した。すると雪の積もった電信柱の影に赤い頭巾をかぶった少女がしゃがみ込んで、マッチに火をつけている。あ、暖かな暖炉、おいしそうな料理。マッチ売りの少女？霧ヶ峰さん、違いますよ。ほら、首から下げたプレートに善意の売り子と書いてある。じゃあ君ずっとこの通りで売り子をしてたの？はい。じゃあこの先の空き家の前は通った？ええ、お客さんを求めて何度も何度も。でも今夜は雪のせいでしょうか、本格ミステリーを買ってくれる人は誰もいません。本格ミステリーを売ってるの？そりゃ売れないよ。ねえ、あの空き家、門を入った通路に雪が積もってたでしょ。その上に何かの跡があったと思うんだけど。はい、男性と思われる大きな足跡と、女性と思われる小さな足跡。他には？自転車のタイヤ痕のようなものを見ました。自転車のタイヤ痕、それ見たのは何時頃？確か午後3時過ぎにはあの通路にはタイヤの跡がついてました。午後3時過ぎで間違いないんだね。はい、台本にもそう書いてありました。ちょっとあなた、余計なこと言わないの。すみません。ところで君、雪の中でこんな茶番劇に付き合わされてどんな気分？どんな気分って、寒いし辛いし、もうほとほと嫌になりました。私、恋ミスやめさせていただきます。何よこんなもの。帰っちゃった、いいの？やめさせるもんですか。怖い。僕は縛りの緩い探偵部で本当によかった。遅いんだよ、待ちくたびれたじゃねえか。ゲームセンターで僕たちを待っていたのは、善意の不良と書かれたプレートを首から下げている学ラン姿の生徒だった。早速だけど君、この双子に見覚えはない？この双子なら午後2時半くらいにここに来て一緒にワイワイ言いながら遊んでたはずだぜ。二人でモグラ叩いたり輪にぶん殴ったりしてよ。二人は何時頃までいたの？確か午後6時近くまで二人ともいたんじゃねえか。間違いなく6時近く。本当に二人はずっと一緒だった？待て待て、ずっと一緒だったなんて
そこまで言ってねえだろ。どういうこと？俺は彼女たちを監視してたわけじゃねえ。ただその姉妹がとびきり美人でキュートで、ツインテールの髪も綺麗で、おまけに制服の着こなしも抜群、気取ったところがなくて、笑顔が素敵な女子高生だったから記憶に残っただけなんだって。ねえ君、ウルルが書いた台本無理やり読まされて疲れない？もう慣れっこです。かわいそうに。じゃあ二人はここに来てしばらくは一緒に遊んでたけど、それ以降はバラバラだったってこと？ああ、バラバラに一人で遊んでた。ちなみにその二人が一緒にいるのを最後に見たのはいつ？それはもちろん、いや待ってよ、いや、いやもうさっさと答えろ。はい、2時半頃に一緒に来たのは間違いないし、しばらく一緒に遊んでたのも本当だけど、気づいたらバラバラだったし、よく覚えてません。どう？これで午後2時半から6時までこのゲーセンにいた私たちのアリバイが完璧に証明されたわね。はあ、どこが完璧よ。正直期待外れだね。今のあなたたちの偽アリバイ、僕にはすっかりお見通しだよ。あら、そう。だったら説明していただこうかしら。午後2時半頃、あんたたち2人は一緒にゲーセンに来た。でも一緒にいたのは午後3時くらいまで。その後二手に分かれた。片方が空き家で赤坂くんを殺し、ゲーセンに残った片方は偽のアリバイを作った。どうやって？一人がトイレで制服を何度も着替えて、二人がいるように思わせただけ。典型的な一人二役トリックだね。じゃあどちらか一人は6時近くまでゲーセンにいたってことね。ああ、そうだよ。仮にウルルが3時頃にゲーセンを抜け出して自転車で空き家に行って赤坂くんを殺したとしたら、ゲーセンで一人二役を終えたサララが6時頃に空き家にやってきて、待っていたウルルと合流する。あれ、ちょっと待てよ。サララの足跡は10メートルの通路のどこにもなかったわよね。ああ、自転車のタイヤ痕は私が3時過ぎに残したものなんでしょ？そのはず。だったらサララはあの雪に閉ざされた空き家にどうやって入ったのかしら？そうです、私10メートルの通路をジャンプできませんよ。うああ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 あ、まずい、このままでは恋ミスに負けてしまう。こうなったらあの人を呼ぶしかない。県外か。僕の携帯には県外と書いた紙が貼ってあった。行き詰まるたびに顧問の石崎先生を呼ぶなんて、探偵のすることじゃなくってよ。そうです、探偵部副部長ならご自分で解決してください。アリバイトリックは間違っていないと思うけど、どうやって痕跡を残さず空き家に入ったのか。ともかく僕は空き家に戻ることにした。ん？なんだこれ。玄関のところに50センチ四方くらいの黒いケースが2つ落ちている。出かけるときにはなかったものだ。拾っちゃダメ。うわ、何するんだよ。サララパス。はい、ウルルちゃん。ちょっと待って、なんだよそれ。待て、二人がケースを抱え必死で走り出す。隠そうとするのだから事件に関係してるものに違いない。僕の脳裏に証拠隠滅という文字が浮かんだ。僕のタックルで二人が雪に倒れ込んだ。その拍子にケースの蓋が開いて中身が転がり出た。これって一輪車？謎が解けるとコーヒーも美味しいね。すべてわかったよ、ウルルン。ウルルン言うな。なあ、霧神ね、どこ行ってたんだよ。俺、みんながいなくなったの知らずに、ずっと台所で死体の演技してたんだぜ。いい？赤坂くん。どうやらこれが推理ゲームの答え合わせ。まず、
午後2時半に大金姉妹は駅前のゲームセンターに2人で姿を現した。その姿を不良男子が目撃する。しかし午後3時には双子の片方、例えばウルルがゲーセンを出て一人で空き家へ向かう。そこでウルルは用意してあった一輪車にまたがり、その10メートルの通路を渡りきる。その時刻に門の前を通りかかった赤い頭巾の少女は、自転車のタイヤ痕のようなものを見ました。それは自転車のタイヤ痕ではなく一輪車のタイヤ痕だったってわけ。そしてウルルは赤坂くんを包丁で殺害し、午後6時までじっと待っていた。サララの方は一人ゲーセンに残って制服を着替えることで双子の二人がいるように装った。それから午後6時が近づくとゲーセンを出てこの空き家にやってきた。そしてサララも一輪車に乗り、ウルルのタイヤ痕と重ならないように微妙な感じでなぞって空き家に入った。おお、それなら自転車の跡に見えるよな。実際霧ヶ峰は自転車の跡だと信じてたし。まあね。それから二人はあらかじめ押し入れとかに隠してあった自転車を家の中から持ってきて玄関に置き、トリックの鍵となる一輪車をケースにしまって玄関の屋根に隠した。まあ家の中だと見つかると思ったんだね。で、全て終わってから僕をビンタして起こしたってわけ。どうかな？はっはっは、この勝負、僕の完全な勝利みたいだね。おぉ？え？残念ながら霧ヶ峰さん、あなたの推理は肝心な部分が間違ってるわよ。なんだって？あなたは私を犯人だと言った。私が犯人なら午後3時から午後6時まで死体役の赤坂くんと一緒に過ごさなきゃいけないのよ。私が我慢できると思う？あ、言われてみれば確かに。ということは犯人はサララよ。赤坂くんは最初この推理ゲームに協力することを渋っていたわ。でも犯人役をサララにすると言ったら途端にオッケーして。うわー、どう、バカバカ、やめろやめろ、言うな言うな。赤坂くんの顔は真っ赤だ。なるほど、そういうことか。雪の密室で過ごすサララとの3時間という餌に飛びついたのだ。ま、どっちが犯人でも僕の推理によってトリックを見破ったんだから僕の勝ちだよね。何が僕の推理よ。現場に戻ってきたら証拠の品が偶然雪が溶けて屋根から落ちてきただけでしょ。推理でも何でもない、単なる事故よ。そうです、本当は霧ヶ峰さんに一輪車の存在を推理してほしかったんです。事故とは何よ。あんたたちの隠し方が甘かったのよ。隠したのはウルルちゃんだよね。せっかくのトリックが台無しだよ。台無しどころか大成功よ。この女の無能な探偵ぶりが見られたんだから。無能とは何よ。あんたたちよりね、ずっと賢いっての。何すって？なんだ、あんたなんかね、何も分かってなかったの。まあ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 、気にかよせよ。お前ら三人、同じ家電製品仲間じゃないか。あ。それは言う！ああ！ウルルとサララ、そして僕、三つの拳が一斉に赤坂くんの顔面を打ち抜き、赤坂くんはスローモーションのように倒れていった。ただいまの出演、霧ヶ峰涼、朝倉明、赤坂徹、山口翔吾、大金ウルルとサララ、大御鈴鹿、善意の売り子、白井美希、善意の不良、長村光輝、以上の皆さんでした。東川徳也原作、福田拓郎脚色、放課後はミステリーとともに探偵部への挑戦状、第8回を終わります。